4位の当初 の, あの学生のシールの話なんですけど、いつの頃で外交につかないと示したというのが、これ誰から聞いたのか分かんないですね、あれ。会談って誰が言ってるんですか？その新聞報道を知りません。会談をしたという内容、はい、その発言の意図は別にしてですね、構想の実現を進める上で、国政政党の代表というポジションというのは、必ずしもこだわらない。じゃあ代表しっかりやっていきますよ、今代表なんですから。新党になったとしても、それはその時にいろいろ考えますけどもね、それは僕だけの考えでは進めることできないわけですから、メンバーの考え、メンバーの意見あってのことですからね。現時点でそういうふうな代表出ないという意向がきっと考えられたという、全く違いますよね。合併されたときには代表選を改めて行ってくれるということで、じゃあそんな先のことを考えても合併まだなるかどうかわからないんですから。だから朝日新聞も僕に聞きゃいいのに、勝手にどこでどういう取材源でどう取材してるのか知りませんけど、僕の気持ちなんて僕に取材したら一番わかるじゃないですか。僕には何も当たってないんですよ、朝日新聞は。はい、その唯一の交流の話ですけども、石原共同代表とですね、江田さんが新聞に会談されてですね、ある程度一定の方向がまとまったと見てるのか、あるいは今国会での交流は見送るという話でしたけども、いやだからそんな評価を今してもしょうがないのでね、プロセスを一つ一つ踏んでいくということです。そのプロセスをまず、江田さんと石原さんで、まずはね、平沼さんとしっかり直接会って話をしてもらったということで、まずプロセスの一つをね、踏んだということですから、これからまだまだ多くのプロセスを踏んでいかなきゃいけません。みんなの党の関係ですけれども、浅野新代表決まりましたけれども、その野党の再編に向けてですね、ご自身の期待感といいますか、この浅野新代表ですね、再編がより進むというふうにお考えですか？これはみんなの党の考え方がありますからね、僕が勝手に言うわけにはいきませんけれども、でもみんなの党のメンバーの皆さんの考え方は基本的には維新の会の考え方とほとんど一緒ですしね、僕と渡辺代表の個人的なその関係で、みんなの党と維新の会の関係がこじれてしまいましたけれども、僕と渡辺代表の個人的な関係を除けば、各メンバー同士では問題ないというふうに、僕はいろんなところから聞いてますのでね、僕自身は野党が一つにまとまることが国のためになるというふうに思っています。ただみんなの党の考え方はありますのでね、こちらが押し付けるわけ、一方的に何か押し付けるわけにはいきませんが、ただ浅尾代表とそれから維新の会の浅田政調会長はね、非常に緊密なコミュニケーションを取れる関係でもありますので、非常に期待はしております。考え方は基本的には一致していると僕は思ってますのでね、何から何まで100、200、300、400のね各項目を全部一致なんていうのはこれは政党で無理ですよ、それはね。だから基本項目っていうところが一緒になるんであれば、やっぱり後のいわゆる選挙調整ということを考えれば、各政党がバラバラで選挙調整というのは絶対にうまくいきませんのでね、今の小選挙区制で二大政党制を前提としている日本の国政の仕組みにおいては、やはり自民党公明党にきちんと対抗できる野党勢力を一つにまとめ上げることが、これがね各国会議員の利害損得とかじゃなくて国のためには絶対必要だと思いますね。ただみんなの党の考え方はありますし、みんなの党は、ブロック政党といいますか、政党自体を残した上でというような考え方ですから、今後しっかりとまたお話をさせてもらいながらね、プロセスを踏んでいければと思ってます。